今回はラプソード仕様打撃編になります。メジャーも使用する最新機器。このように打球の速度、角度等が丸わかりです。そしてある秘密兵器を使用。というわけで、打球速度154だったんですけども、さらに上を目指したいということで、こちらの僕らも出しましたね、同じやつ、アスレボさんのこれをつけて打球速度が上がるのかどうかやってみたいと思います。これは僕が出したやつより濃度が高くて値段も倍以上するやつです。今回お借りします。試してみましょう。先生お願いします。これでどうなるかお願いします。あどうですか、ちょっと上がったんじゃない、ちょっと上がった、角度ちょっと上がりました。ええ出ましたよ。ここでまさかの全員びっくりの記録が出ます。今日の記録は本編をご覧ください。いきます。あーこすったな、今ちょっと今来たと思ったら155.3。 あー上がった距離出てないんですけど25度。マジっすか、バレルゾーンマジっすか、多分入ってますこれ。やば、155だって今ので最速。マジっすか、もう一回ちょっと今完璧だったらもっといけんじゃない。いいですか、いきます。ちょっと擦った。難しいで、うまくいかないもんやな。157.4。115m。マジっすか、やばい、えやばい、いやいやもうマジっすか、やばくないっすか、すごっ、はい、入ってますよ、入ってますよ、入ってますよ、深いところに。やば、アスレボエグアスレボアスレボ、いやもう最高のトス、ありがとうございます、ありがとうございます、最高のトス、すごい、まあ、押したんすけどね。俺行ったんじゃない？もうこれ満足だな俺。150.7 の66m、角度が21だったんでちょい低かったんで。もう行きましょうか。それでも150超えてくる。150。150誰でも超えちゃうんじゃないですかこれ。今行ったんで、はい、今の行ったらすごいの。これ多分もう大丈夫だと思う、心の中の満足度は。あー、今すぎて計測ができなくて、もう一回測れてなかったです、すいません。もう一回行きましょうもう一回行きましょう。え156じゃん。やば、28しかも。138。
ってる。ありました。38。よし、じゃあ140行きたい。140行きたい。でもメートルとしては32キロなんだけど95メートルいってた。85角度乗っけたから27度に今。速度138。よし、ケイトで行こう。ケイだ、ぽよケイトで来ます。行きます。ジャンプ、ぽよ38.4。3.0 を使用してバッティングとピッチングやってまいりましたけども、はい、いやーちょっと今まで僕らはね知らなかったところがねすごい知れて、うん、これを使うってなるとここがもう日本最安だろうね。年間4000円で使えるってことなんで年間4000円ですよ。これはもう年間4000円払えば使えて、でレーン使う時にレーン使用料を払って使える。やばいね。だからって結構すると思うよ、使うってなると。やっぱり元がやっぱ高いから、未来、野球の未来をどんどんさ、ね、発展しようっていうので、そうですね、やってらっしゃるワイズさん、とても感銘を受けました。これからもまたきっとお邪魔して撮影させてもらうかもしれないんですけど、その時はまた。さらにね、今のラプソードで今163ぐらいだったんですけど、バッティングで。さらにいけるようにちょっと鍛えて。みたいな、ちょっとモチベが上がりました。WBC の村上選手の172だっけ。そうっすね。もう超えれるようにちょっと頑張りたいと思います。もう体重増やして。違う筋肉に変えて。あ、筋肉ね、ごめん。体重増やしてないか。筋肉増やして、はい、行きたいと思いますので、ぜひとも、お近くに住んでる方、もしくはね、埼玉県内とか、まあ、県外でも全然通うのも全然。まあ、それは信じないとか、上のトップライン。行きやすいと思うのでね、ぜひとも来てみていかがでしょうか。はい、はい、今回はワイズベースボールアカデミーさんに出演させてもらいました。その動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。